沼田博正の And You。 西暦2014年12月25日木曜日、時刻21時を回りました。沼田博正の And You、 パーソナリティ沼田博正でございます。先週ぐらいにね、告知したと思うんですよね。今日実は最終回なんですよ。その前にメリークリスマス、皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝霞市新座和光の皆さん、改めましてこんばんは。というわけでですね、ちょっと振り返るともう本当にたくさんの思い出があってですね、全然涙ぐむことはないんですけども、2年8ヶ月僕ね、パーソナリティやり続けてるんですよね。最初他局でしたね。2012年の4月からずっと話し続けている痛快ドラッグ獣人という番組でずっとやりました。そして、この番組はどうでしょう、何ヶ月か、8ヶ月ぐらいやったんですかね、このアンドユーに変わってから。最近ですね、あんまり人間関係が孤立化しちゃってる中で、なんか人と人がつながることがないのか、そんなコンセプトで実はこのスマイル FM さんにお世話になってやらせてもらった、それが今日最終回ですよ。もう振り返るとね、いろんな人来てくれましたね。あの参議院の大野元裕さん来てくれました。国際経済についてですね、いい質問ですねと何度も言われて少しずつ勉強していった。あとはタガラジェンヌで今現役の女性社長の安倍加奈子さんも来てくれましたね。 AKB の振り付けダンサー里見奈さん、いろいろ AKB の裏話してくれましたよ。あの大阪の何でしたっけ、バスケットボールかなんかの高校のですね、いじめ問題があった時には川越市の PT 連合会の会長が来てくれて、もう本当にバトルトークをしてる中で、蔵造り本舗のですね、中野常務が割り込んできて、なんかすごいことになっちゃったこともありましたね。あとあのアジアマスターズ陸上の、アジアの 100m 200m のメダリストの渡辺淳一君も来てくれました。彼はですね、この場所、この収録してる場所、鶴ヶ島晴れの常連になっちゃって沖縄料理食いまくってるらしいですけどね。まあいろんな人が来てくれましたけどね。そこからいろいろ波及してった、名古屋 FM 行ったりね、生放送いっぱい出てきましたよ。郡山も出たし、あとはあの郡山の仮設住宅 ね、ある小田貝様 FM、 ここにもゲスト出演していった、浦安にも出た、この番組が影響して、全国ネットのコミュニティ FM にも出演することができた。本当にたくさんの思い出をありがとうという、感謝の気持ちを込めて今日も素敵なゲストを招いた中で最高の最終回にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。沼田博正の And You。 この番組の提供は結婚相談所サンマリエ、三幸建設、岡野造園土木、三州産業、瀬戸タクシーの提供でお送りします。恋愛したい、結婚したい、だけど出会いがない。待つより探す、運命の人。サンマリエはあなたに合ったお相手を手作りでご紹介します。結婚するならサンマリエ。先祖から受け継いだ大切な土地を子供や孫に残してあげたい。固定資産税などの負担が大きく税金を減らしたい。でもどうしていいかわからない。こんなお悩み、三幸建設にお任せください。三幸建設はあなたの土地を安全に有利に最大限活かします。お任せください。あなたの賃貸経営、誠意、創意、熱意を持って真心の仕事を行っています。埼玉川越三幸建設。沼田博正の And You。 メリークリスマス、朝霞市新座和光、そしてインターネットで聞いてくれている皆さん、改めまして沼田博正でございます。今日は最終回にふさわしいゲスト、今年でしたよね、女子野球のワールドカップ第4回が行われて、日本の女子が4連覇というすごい記録を成し遂げた、その主力投手として活躍し、前回の第3回ではなんと世界の MVP にもなっている、そんなすごいピッチャー今日お呼びしましたよ。磯崎ゆかりさんでございます。改めましてこんばんは。こんばんは。どうですかこういうラジオというのは。緊張します。今まで出たことはある？何回かはあるんですけど。そうだよね、まあすごい人ですからね。何しろ世界のナンバーワンになったことがある人。あのね、今日お見かけする限りユニフォームを着てる感じと全然違うんですよね。
本当可愛い女の子なんですよね。アイドルとしてもやれたんじゃないか。いや今度生まれ変わったらぜひアイドルやってもらいたいなと思いますけど磯崎ゆかりさん、簡単に紹介しましょうかね。それでこれ今日はね、このジャパンのホームページ、こっからちょっと拾ってきたんで、これに基づいてなんとなく磯崎さんがどんな人か、それと女子野球がどれだけ素晴らしいのかという話をちょっと前半戦でしてみようかなというふうに思ってますけどね。磯崎ゆかりさん、1991年7月26日生まれということは23歳、で来年24、年女ですよね。羊年ですよね。羊年の特徴知ってます？どういう人が羊年なのか全然わかんないです。人当たりが良くて恩は困ってる人を助けたくなる。人間関係が良好で人との対立はあまり好まない、物事に慎重で綺麗好き、整理整頓などを怠らない。どうでしょう、自分と比較して。そうですね、何個か当てはまってるかなと思います。どの辺が当てはまってなかったんですか？整理整頓がしっかりしてる、しないの、ね、いやするんですけど、うん、若干適当なところもあります。人間関係やっぱりこうあんまりこう波が高い。なるほどね、特にチームプレーですからね、野球の場合。そうですね。なるほどね。野球を始めた年っていうのは3歳から4歳、これはどういうきっかけで？はお父さんとお兄ちゃんが野球をやってて、うん、でお父さんがチームを所属っていうかして草野球チームを持っていたので、はいはいはい、それにいつもついていってキャッチボールをしてもらうっていうのが好きでやり始めました。へー、だから環境なんでしょうね。ジャパンに入っている女の子の大半はおそらく家族が好きだったのかな、そんな感じしますけどね。で小学校も少年野球に混じったんですかね。そうですね。ポジションはその当時は初めがセカンドだったりファーストだったり内野をやってたんですけど、うん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 、どこ守りたいっていう風に1年生の終わりぐらいに聞かれて、はいはいはい、やっぱりマウンドが特別感を感じて、うんうんうん、あそこを守りたいっていう風に言って守らせてもらいました。じゃあもう 5,6 年の時にはピッチャーとして投げてたのかな。そうですね。もう男の子じゃあもう抑えてエースとして結構投げさせてもらってました、ね。なるほどね、それだけのことを子供の頃からやってるから今もこうなってるわけですからね。やっぱりプロ野球に行く男性の選手なんかも多分子供の頃は突出してたんでしょうからね、おそらく。なるほどね、だんだん分かってきました。でも中学は中学野球普通のとこ行ったわけでしょ、はい、公立の、はい、こういうの女の人今入れるんですか？入れないの？入れることは入れると思います。試合には出れるの？試合にも出れます。じゃあ中学までは何の規制もないんですね、女子。そうですね。なるほどね。その時もピッチャーですか？はい。エースなの？どうなんですかね、試合には出させてもらってました。だからもう男の野球部に混じってピッチャーをやってるっていうのはもうその当時からかなり有名な存在だったんだろうね。そんなこともないです。この謙虚さが やっぱりジャパンのマウンドを守ってますからね。で高校で要は野球を本格的にやりたいということで埼玉に留学と。そうですね。この時どうですか、やっぱりそういうことで志して全国から来る人もいるんでしょうから、はい、レベルなんか高いんですか？そうですね、自分思っていたのがやっぱり男子と一緒にやってたので、うん、女子ってなると少しレベルが落ちるのかなっていうふうには思ってたんですけど、うんうん、もう全然そんなことなくて逆にレベルが高いのにびっくりして、うん、このままじゃやばいなっていうふうに思って入りました。へー、じゃあ危機感を持って入って、はい、当然2年3年にはもう当然主力のピッチャーでしょ？そうですね、投げさせてもらってました、うん、だからもう早い段階で才能が開花した、そんな印象ですよね。で大学ではもう1年の段階からエースとかそんなんですか？勝負は一応2チームあったのでクロスの、うん、1年の時はクロスとして投げさせてもらってました、ね。なるほどね。今思い出しちゃったんだけど、今この番組制作している鶴ヶ島晴れのシュガーブレッシング佐藤めぐみさん、勝美学園ですからね。ちゃんと先輩後輩としてやってくださいねもう番組中ですけどなんかよく分かんなくなってました。俺なんかも実は野球やったんですけど、子供の頃こういう漫画に憧れたとか、こういう高校野球のプレイヤーに憧れたとかすごく語れば長いんですけど、磯崎さんそういうのあります？きっかけになった漫画あるいは選手。漫画はあまり読まなかったんですよ、ね。お兄ちゃんとかは結構漫画野球とか読んでたんですけど、うんうん、ちょっと漫画読んでるうちに飽きちゃうっていうか。好きじゃないんだね、合わないんだね。へー、クロスゲームって知ってる？あ、知ってます。すごく感じ似てるんだよね、このユニフォーム着た感じとか。うん、人なんて言うんだっけ、月島なんだっけ、とにかく知らないとにかくね、その辺雰囲気が出てますよ。じゃあ野球選手でこの選手に憧れたとか、子供の頃この選手とか。子供の頃はやっぱりジャイアンツファンでずっと見てきて、うん、でも自分は長嶋監督が好きで、うん、
全然あの選手とかは分かんないんですけどが好きでやってて、今はあのダルビッシュさんが好きですね。あ、ダルビッシュ、どういうところがダルビッシュさんの好きなところは。そうですね、変化球はすごくたくさん持っていらっしゃるので、まあ、私もそういう風になりたいなっていうのがあります。なるほどね。もう7つぐらいあるんですよね、はい、ダルビッシュってね。そういうダルビッシュ投手さすがですね。そういうところ、ね、自在に操るダルビッシュ投手に憧れたという。で、大学出てからジャパンに入るわけじゃないですか。ジャパンに入って、3期やっ戦ったんですかね。そうですね、2010年、はい、12年、14年と、はい、この中でどうでしょう、最も思い出に残っていることとか、あ、面白い話なんかありますかね。この時はこれは忘れられないとか、この瞬間。そうですね、全大会の、うん、ご自分が活躍した時ですよ、もちろんね。そうですね、で、あのアメリカの玉田選手を、まあ、抑えたことが一番、まあ、記憶に残っていると言いますか、思い出には残ってるんですけど、まあ、それもあの、まあ、西選手とたくさん話を積み重ねて、まあ、思い通りにできたプレーだったので。なるほどね。やっぱりこのバッテリーのコミュニケーションみたいのってどうですか、すごく大事ですか。そうですね、すごく大切だと自分は思ってます、ね、なるほどね。それがあるからこそ、こう、そうですね、語らずしても分かるコミュニケーションが。なるほどね。仲良しっていうのはジャパンの中でどういう選手が、例えば、まあ、やっぱりあの栄の頃から一緒だった六角選手、新宮選手はもう本当に、いてくれないとっていうぐらいすごい頼りになる選手なので。なるほどね、同級生なんですか。そうですね、うん、六角選手印象深いですよね。そうですね、あの打ってよし、守ってよし、はい、走ってよしですよね。機敏な動きで魅力のある選手ですけどね、はい、MVP に取った時っていうのはどういうところで、確かすごい防御率 0.33 とか言ってね。そうですね、うん、どんだけ打たれねえんだろうって感じですよね。いやいやいや、 0.33 ってすごいよね。いやでもあの守備がやっぱりいいので。なるほどね、はい。まあ、でもピッチャーね、まずピッチャーありきですからね、そう言っても、はい、守備に感謝する気持ちも素晴らしいですけどね、うん、何がその時良かったとかあるんですか、このボールが冴えてたとか。そうですね、やっぱり変化球、カーブですかね、まあ、自分の持ち味であるカーブが、まあ、よくなったと言いますか、あの、まあ、前々回の時にあまりカーブが良くなかったところを、まあ、新谷監督に、はいはい、まあ、教えてもらって、それを修正してあの練習し続けてきたんですけど、まあ、それがうまくいったかなっていうのがあります。あの縦のボールですよね。そうです。伊崎さん、でもスライダーとかありますよね、はい、結構後ろで見てて、俺見に行ったことあるんですけど、はい、よくわかりますよ、こうスライドする感じがね。どっちが得意なんですか、やっぱりカーブの方が。そうですね、うん、あの人と違ってちょっと緩いカーブなので、そこが、うん、持ち味でもあり得意球ですね。ダルビッシュ投手はああいうボール持ってますよね、はい、うん、もうよく似てますよ、投げ方も綺麗だしね。というわけでちょっとね、この辺でね CM 入りたいと思うんですけどね。 CM の前にあの1曲ね、僕が12月になってリリースしたサンマリエという結婚相談所サンマリエという会社のイメージソングにもなっているタンポポという曲を聴いていただきたいと思います。悲しいことがあっても、みんなで寄り添い咲いてゆこう、いつもそばにいる守り神、タンポポの花のよう。立ち合うこと思いやり教えてくれた、愛ってどんな形を知ってるのかも、楽にならない。
えていた。日本庭園の施工から町の緑化や公園管理など、造園外交工事のことなら何でもお任せください。チャッピーエリアの豊かな環境と緑化推進に全力で貢献します。緑が生きてることを生かしたい。埼玉日高株式会社岡野造園土木。電話 042-989-7974 042-989-7974。みずみずしい木々たちがあなたの街を彩ります。沼田広政の And you?というわけで後半戦でございますけどね、この続きまたすぐに入っていきたいと思いますけど、野球の話ですよ。女子野球のそもそも磯崎さん、このやってきた3歳からやってきた女子野球の魅力って一言二言で言うとどんな感じでしょうかね。そうですね、みんな野球が好きで、あの楽しそうに明るくやってるところだと思います。うん、楽しそうにね、はい、でもう失敗を責めるんじゃなくて次どうするかを考える。そうですね、これ大事ですよね。結構みんな笑顔でやってるの で、 でミスしたやつも悪いって切り替えて ね、 そうですね。これ社会で行きますね。ろくでもないとこだと大体犯人探ししていじめになっちゃったりとかね、何のプラスにもならないですから、素晴らしい。もうすでに学生でそれを学んでいる。これからプロ野球に入るわけじゃないですか、はい、ね、まだ球団はそろそろ分かる頃なのかもしれませんけどね。そうですね、こういう風にしたい、何勝したい、何をしたい、何かありますか今の時点で。そうですね、佐藤選手先輩でもあり、うん、すごい尊敬する先輩でもあるんですけど、うん、投げ合いたいなっていうのはあります。おお、ジャパンの主力二投手がすごいですね。世界の1、2を争うピッチャーが投げ合うのが普通に日本国内で見れる、すごいことだと思いますよ。最後に質問の最後なんだけど、これから女子野球をやろうとしてなんかそのトップ選手の、磯崎さんの方からなんか一言メッセージありますか。そうですね、女子野球はまだ知名度低かったり、知られてない競技でもあるんですけど、うん、これから私もプロに入るですけど、いろんな方に女子野球を知ってもらえるように頑張っていきたいなって思いますので、応援していただきたいなと思います。はい、もう俺もね、来年は行っちゃいますよ野球に、ね、すごい面白いんですよ女子野球ね、ぜひ皆さんこれから始めたいけどもなんとなく躊躇してるそんな人がいるとしたら、ぜひ親を誘ってスポーツ店に行ってグローブを買ってもらってグラウンドに立っていただきたい、そんな風に思います。そうすればジャパンの選手になれるかもしれない、そういうことですよね。そうですね、というわけでございまして、磯崎さんでございましたけどね、とりあえずありがとうございました。まだ続くんですよいいですか続いても。この後は何を聞くかというと、プロ野球選手の、もうすでに辞めた方も含めて一流の選手たちの名言というのをいくつかピックアップしてきました。すごく心に残るのがあるんで、これを磯崎さんとともに検証していくという。まず一郎選手でございます。できなくてもしょうがないは終わってから言うことであって、途中でそれをもし思ったら絶対に達成できない。深いですか、普通ですか。普通。いや、深いです。もう一丁一郎さんです。結果が出ないときどういう自分でいられるか、決して諦めない姿勢が何かを生み出すきっかけを作る。どうでしょうこの2つ聞いてみて。すごいかっこいいって言いますか、自分もそれを思ってやろうって思いますね、うん、これいいよね。でもね、素晴らしいですね確かに途中でそんなこと思ったら絶対勝たないよね、次野茂英雄さん。若い人には失敗してもいい場所が絶対に必要だと僕は思ってますと。要は挫折が強くする、それを否定してしまったらダメじゃないか、慣れるとか慣れないとか考えていたって一歩も前には進めない、やるかやらないかそれしかないのですから。そうですね、どうでしょうそうですね、もうまさにそうだなって思います。さすがやはり頂点を目指す者同士全くこう全て一軸なんつうんですかね、こう共感するものばかりという松坂さんでございます。今日は満点でした、でもこれが最高ではありません、なんかどうですか意味分かるようになればね、なんかね、はい、うん、まあどんどん進化していくってことでしょうかね。桑田真澄さんですよ。1年間だけではダメです、一生です。僕は一生のスケジュールを立てています。すごい、どうでしょう一生のスケジュール磯崎さん。考えてなかったですね、とりあえず明後日スーパーで買い物しようとかそういうのはすいません、失礼しました、世界の磯崎にスーパーの話をしてしまった次です。これ磯崎さんの大好きなダルビッシュ有投手。簡単に言うと
いろんなある、いろんな色があるペンがあるではないですか。それを変えるのと同じ、赤が出なかったら黒に変えますよね。そういうことです。他の投手はスタイルを変えることを嫌がってやらないのかもしれませんが、僕は簡単にやります。どうですかこれ、なんとなく意味は、はい、うん、こんなこともしかして知ってた？いや知らなかったです。ちょっと勉強になりましたか？はい、あ、よかった。この番組に来た意味があったね。いやすごく、次、俺これ一番感動したかな、王さんの3連発。1つ目、努力しても報われないことがあるだろうか。たとえ結果に結びつかなくても努力をしたということが必ず生きてくるのではないだろうか。それでも報われてないとしたら、それはまだ努力とは言えないのではないだろうか。どうでしょう。かっこいい。かっこいいね。王さんはでもリアルタイム見てないでしょ。はい、ねえ、でも世界の王はやっぱり別格ですね。そうですね、感動しちゃったよ。王さんも2発目です、4連発の。基本的にプロというのはミスをしてはいけないんですよと。プロは自分のことを人間だなんて思っちゃいけないんですよと。なんかプロにこれから行く人にプレッシャーをそうですねどうですかこれ、重いですか？まあやらなきゃいけないなって改めて思います、うん、そこで王さんにミスしたけどなんか文句あるって言い返す根性はないですよそこは言えないですね。いや王さんですから、そこはねもうじっとこらえて、この通りですよ、はい、うん、次です。世界の王さん3発目、100回やっても1000回やっても絶対俺はちゃんとできるという強い気持ちを持って臨んで初めてプロと言えるんです。どうでしょう、ごめんでプロに行く前人にこんな言葉を。いやでも本当にその通りだなと思います。あ、プロってこういうことなんだね。そうですね、すごいです。王さん4連発最後です。真剣で刀ね、切り合いの勝負をしていた昔の武士が時にはミスもあるなんて思ってたら自らの命に関わってしまう。だから彼らは絶対にそういう思いは持っていなかったはずです。時は変われど命がけの勝負をしているかどうかが大切です。どうでしょう、かっこよすぎる。かっこいいですねやっぱ武士思ってなかったですかね。やはり野球も武士道ですかね。どうですか、こんな気持ちで臨んだことはあるでしょ。でも近い気持ちっていうのは、まあそうですね、もう例えば今日でもう体が壊れちゃっても構わないから勝ちに行くとか。それは全然あります、ね、ある、はい、例えば思った時どんな時、やっぱり世界大会。そうですね、まあ、あんまり故障とかっていうのを経験してるわけではないですけど、やっぱりまあ、たとえ何があっても、まあ、そういう気持ちで、まあ、全力でじゃないですけど何があっても、まあ、投げ続けるっていう思いはすごくあります。肩なんか痛くなったことはないですか？あることありますね、そういう時はやっぱりちゃんと治療して完治して投げるんですか？まあ、完治しないこともありますけど、でもやっぱりその勝ちにこだわりたかったりすると、まあ、気にせず投げちゃいます。で後で痛いみたいなそうですね、変化球なんかがやっぱり痛めやすいんですか、それともストレートが痛めやすいんですか？そうですね、なんか人によると思うんですけど、私はまっすぐかなって思います。なるほどね。今日ここまで、今後半戦で名言をいくつか言いましたが、石崎さん一番ピンときた感動したのは一体何の言葉でしょう？そうですね、全部良すぎて選べないですね、じゃあ全部チアに行くになってったわけですね。そうです。で来季からプロに行くわけですけどね、やっぱりこれらは参考にかなりなりますかね？とてもなります。ぜひマウンドでピンチになった時この番組、そしてこの名言、そして俺のことを思い出していただきたいと思います、はい、というわけでございまして、磯崎ゆかり投手でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。わけでね、もう今日は本当にあっという間でしたね。何しろ僕も女子野球大好きで、そこの主力投手で本当にテレビで見てた磯崎さんが今目の前にいるっていうね、本当に楽しい時間でしたって。俺が楽しんでどうすんだよ。磯崎さんどうですか、今日楽しい時間過ごしてくれました？すごく楽しかったです。嬉しいですね。多分嘘だと思う。いやいやいや時間が早く感じましたそうなの、嬉しいな、はい、本当もう一回ぐらいやりたかったけどね、もう終わっちゃうからね、まあ残念ですけども。そんな磯崎さんが、今年、来年から、3月4月に開幕する女子のプロ野球の方に進むということですね。
ぜひ頑張っていただきたいなと思いますけどね、はい、でもぜひ頑張ってください本当にね、多分こういう、ね、磯崎さんみたいなプレイヤーが入ると人気さらに上がってくると思いますから、美しさそして実力を兼ね備えて最高ですなんかよくわかんないけどすいません、で俺の方はどうなってるかというと1月15日に、ラボーレ清水園で、300人規模のライオンズクラブのイベントにまず出ます。それと2月21日は名古屋のムジカというライブハウス、これは、名古屋テレビ塔の横にあるライブハウスでこれ、遠征します、ライブやります。3月14日川越に帰ってきてラボアラクテで一応ライブをする予定、これは川越のアーティストとコラボになると思います。あとはですね、先週かな、あいや失礼しました、3日前、サンマリエ、今歌を歌ってるサンマリエのイベント、これ別所哲也さんという人が経営する、ショートショートシアターという港未来のところで行ってきました。で、レコ大の企画賞というのを取ってる杉浦哲郎さん、杉哲さんとコラボしてですね、このタンポポを歌ってきました。本当に最高の経験しましたね。これからもこの経験を生かしながら、またどこかでねラジオの電波を通じて皆さんに会えることを心から楽しみにしたいと思います。またどっかで会いましょう。というわけで今日は素敵なゲスト磯崎ゆかりさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な週末を。